こんにちは僕は今日の出来事を機に天気が俺の味方をしていることにしているということを確信いたしましたそれはなぜかと言いますとまあ、まず今日の出来事とは何かと言いますとですね歯医者に行く予定で10時40分ぐらいから歯医者があったわけですよで僕は10時20分に家を出たんですけどその瞬間に今まで降っていた雨そして風全てが止み ま,したまあこれだけではまだ薄いのでもう2つありますそれは何かと言いますとこの前仲間とバーベキューに行くことになりバーベキューに行ったわけですでこの時期はやっぱ梅雨の時期なもんで100%雨が確定なんですねしかし僕がバーベキュー バーベキューに行ったその日曇りしかもこの曇りっていうのが重要ですなぜかと言いますと普通普通川バーベキューと言ったら川じゃないですかで川泳ぐじゃないですかで川泳ぐとなると、まあ、やっぱ水着になって日焼けするわけですよ普通しかし 天気は曇りりでしたどう意味が上が上ますかこれは天気が俺の味方をしてることで日焼けしないようにしてくれたしかも雨をやますやませてくれたこれは天気が俺の味方をしている確率が上がってきてますよね。 でもう一つありますすすこれはすごいですあのテニスをテニス仲間とする予定でテニスをしに行ったんですねでまあ雨だからどうせ無理だろうってことで、まあ、この時期なのもんでまあ梅雨なもんで雨は確定なんですよ普通ねだけどテニスコート行ってテニス始めた途端 太陽が俺に挨拶をしてきたんですねその時は1か月ぶりに太陽と出会いましたこの3個の事実から僕は天気に味方されているということになりますなので梅雨の天気予報とか が雨予報なのにあれ今日晴れてるなって思ったら俺が近くにいるんじゃないのかなと思っても間違いではないと思います。